from Virginia, Mikey to Japan, Kabuki Cho Saiyajin! Let's go!Welcome, ようこそ皆さん、俺の番組マイケルジャポンです。そして今日のゲスト、もう早速呼びたいですから、あの東京に来て、初めて2年前来て、東京の唯一の会った人、LINEとか交換した人、いろいろでここに住むことになって、Let's welcome ショッツさんでーす。 Yes! Yes! Shots! 毎度 Yes! どうも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 、ありがとうございます。今日は来てくれてありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。いやー、今日はあれですね、お任せ出てないけど、ショッツにお任せっていう番組を火曜日にいつもやってて、うん、でもまあ最近やってないけど、うん、ちょっとまあマイケルがやっぱ日本に来たし、おやっぱマイケルにね、やっぱ番組をねっやってもらおうと思いまして、お願いしますね。頑張りたいと思います。ですよね。で、まあ今日はとりあえずショッツお任せ打ち切りちゃいますけどね。今日はとりあえずちょっとね、ナイトチューブが最近ちょっとそうですね、代理店になったこのビビウスっていうシャンパン、ビビウス光ってるんですよ。これ見て、中こうギヨーンってこう動いてる、ほらすごすぎる、すごいでしょ、おしゃれな感じ、光ってるんです。これオンオフできるね、これ実は。あれ、ウォー、うん、なんか煙みたいに、そう煙が入ってるみたいに。でこれ中身、これなんかラメが入ってんねんけど、カナダかなんかのなんか食品用のラメ、ラメって英語なんていうの。そうですね、わかんないですね。ラメって何。ラメって僕は言えない、あ、浮かばないですね。ラーメン、ジュエリー、え、なんだなんだなんだ、ラーメン食べキラキラ、何、あーパール、あ、パールね、パールそうそう、それ塗装製剤ですね。それパールが入ってるから、あ、ちょっと一回ちょっと試しに飲んでみようか。体に大丈夫かな。いや、そうだからパール食べて、そうで、どんな感じか味も分からんやん。分からないね。分からんかったら俺らもさ、勧められへん。感じるのかな。そうそう、ちょっと飲んでみようかなと思う。やっぱせっかくあのマイケルね、宇宙に以外の飲み物を今から飲みますね。まあ、マイケルの番組の開講祝いっていうことで飲みましょう。ありがとうございます。これちょっとみんなも気になってると思うから、スタジオメンバーにもちょっと飲んでもらって。スパークリングワインでございます。じゃあこれも入れますね、氷。そうですね、氷って入れるもんなん。そうね、どうかな、スパークリングワインだからそのままですね。そのままね。ああ、マイケル何歳って。あ、何歳、あ、何歳に見える。東京に来てからいつも何歳って言われたら、いつも開始で何歳に見える。そして 90% は、あ、もう行く、いけんかい、硬い、いけんかい、めっちゃ硬い、これどうなるな。まあ、小サイズのパラ使って、うーぽー飛んでないじゃない。飛んでないじゃない。だっとじゃあ、一回飲もうね。一回飲んでみよう。え、何人おるスタジオ、あと5人ぐらいおる。5人いる。めっちゃ入れた。すごいなこれ。ちょっと待って、すごいなこれ。これ宇宙の飲み物になりますね。まあ多分宇宙の飲み物になりますね。多分サイヤからね。サイヤ人だからこれ持ってきましたね。サイヤ人やったらどこにあるの。サイヤ人の国ってどこなの。サイヤ、とりあえずサイヤですね。サイヤ、サイヤ人の国は何、サイヤってさ、そうですね。それ自分で分かんないから、俺、うん、サイヤ人なのに、あの、うん、地球に生まれましたから。サイヤ人なのに地球に生まれたよ。俺の地元全然分かんないですけど、地元漫画にでしかいいの分かんないですね。なるほどね。まあ、ゲームマイケルは、まあ、ドラゴンバル好きですけど、普通に好きです。じゃあ、乾杯。じゃあ、乾杯。どんな味するの？
まあ、あ、こんな感じなんや。うまいなー。これうまいやん、別に。ちょっとみんな、それ、飲み心地いいですね。はい、はい、はい、はい。おしゃれすぎる。うまいなー。どう？ちょっと甘い。いや別に普通に美味しいよね。美味しい。あ、パールの味がする。パール、それ見て、見ながら飲むのはちょっと、すごすぎる。いや、美味しいな。いけるいける。うん、マイケルの、まあまあ、好みよのやつね。うんうん。まあ、甘い甘い。でも、しっこするときにどうなる？キラキラでええやろ。スパークリーンピースってなる。これが、定価が高くて9000円するらしくて。すー今のでも9000円終わりみたいな。うわっ、けど、ナイトチューブの限定価格で4500円で仕入れれます、うん。そうですね。なので、皆さんよかったらね、ゲットしてください。もう、年末も来るんで、そうそうそう。年末にめっちゃいいかもしれないですね、これは。見た目として。年末にめっちゃいいって、めっちゃ面白いな。そうなん。そうなんかで、今日のね、はい、まあ、そのゲストに呼ばれたあれですけども、まあ、生い立ち、生い立ちってこうストヒストリーを話すと、ちょっとね、前のナイトチューブのスタジオが違うの？そう、ここじゃない、なかったやん。だと思ったよ。そうそうそう、違う違う違う。だから、こうなんするね、うん、ナイトチューブどこ？そう、なんか歩いてて、マイケルがあの通りを、前の、前の、はい、で、なんかオンエアみたいなの書いてあった。うん、で、なんか入って、多分俺が多分前でこうタバコかなんか吸ってて、ああそうね、そうね、そうね、そのとここれ刺してた、多分刺してたここ何みたいな、うん、マイケル言ってきて、あの生放送のスタジオみたいな、そう、あのコメディアンが何かになりたいって言ったね。それが2年前やね。2年前ですね。で、マジで、じゃあもううちの番組とか出ようみたいな感じで言ってたけど、多分その時は、うん、来た時は多分早く帰らないといけない。そう、そう、ね、東京はなんか次の日に沖縄行かなかった。ああ、そう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 、らしいね。うん、らしいじゃないけど、まあ行けないといけないところがあったから。そうそうそう、で、沖縄行かないといけないから、その放送はもう来週とか無理やみたいな感じで、じゃあ一旦帰ってまた戻る時に連絡するって感じで、そして今年ね、うん、まあ7月、そうそう、ちょうどガツビハウスのリニューアル、うん、そう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 の時、ああ連絡する、うん、ああじゃあその日着いた日に DJ やろうって、うん、そうそうそう、すぐ DJ やるの？俺の友達もみんな、すごすぎるって感じ。日本ってすぐそんなイベントで東京で DJ やるの？もうそれすごすぎて、そしてガスビーハウスの関係、そう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 、もっと知りたい、知りになって、来てもらって、はい、で、その時は、何やったっけ、名古屋かなんか行って、名古屋行って、そして、ね、また一回、大阪行って、で、そのタイミングでちょうど俺が大阪でライブ入ってて、うん、で、その時に、じゃあ大阪おいでや、みたいな感じで言って、奈良の俺の前面の周りの鬼火とか、そうそう、あの杏仁とかあったりして、うちらの家も行って、そうそう、杏仁もあって、杏仁もすごすぎて、そうそうそう。メールラッパーがおんねんけど、うん、俺のスペのいっぱい来てる。マカンコーサッパー打てるの？マカンコーサッパーってピクロじゃねえかい。ピクロじゃないよ、黒人だけですから。彼女いるの？いるの？ないな。ないんか？ないな、なんか昔から昔からおらしい。募集中ですか？マイケルの募集、ここに、ここにインスタグラムに連絡してあげてください。連絡して DM お願いします。実際のインスタなんだから。そうそうそう、そこで、うん、そこでもう、うん、インスタもそういう映像も全部見れるから。そうそうそう、それ俺ちょっと2年前から、うん、東京行って後になんか、うん、アニメの音楽の何か作りたいで、うんうんうん、それでトラップアニメ始まった。あ、アニメの音楽を作りたかったのよ。アニメ、まあ普通は、うん、まあ、音楽映像作りたいんで、うんうん、そしてアニメ使ってめっちゃいいシーンとか使ってめっちゃ俺の好きな音楽を合わせて、これいいシーンな、そう、これめっちゃいい、これまあ1秒だけのシーンですけどめっちゃよく作ってるから。日本人がめっちゃいいシーンはもうあのクリリンなことかーあそこや。そう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 、それはここに響くシーンですけど、見た目としてのシーンがいろいろあるんで、その見た目として
音楽映像になって、ね、グラフィティ的な感じとか、そうグラフィック、うん、それでまあいろいろやってるね。なるほどね。そう、そこでいっぱい作った2年前から。え、なんかそのマイケルのチャンネルとかないの、こういう上げてる。そうね、あのインスタグラムも YouTube あるけど、 YouTube はあんまりちょっと厳しいね。あ、音楽に対してとか。そっか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 。厳しくて、うん、あの微妙。微妙？微妙。なんでなんで。言うよね。微妙じゃないですね。微妙でも発音そのままですけど。微妙？微妙、その青いあの映像を作れる、あ、映像また、うん、アップするサイト。ああ、それでなんか全然厳しくない、そういうの。え、でもデイリーモーションとかでも全然厳しくないな。デイリーモーションはちょっと古いんやん。古いん？古いやんって。古いやん。微妙。ああ。そう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 。あれですね。ああ、なるほど。分かってる。微妙。それでまあトラップアニメの映像もあるそこで。え、そしてデイリーモーションって古いん？デイリーモーションはちょっと古いですね。あ、もう海外とかやったらもう古いんやん、あれは。そう。あ、そう。そう。そして、うん、Facebook も入ってる、うんうんうん、Facebook です。みんな全部つながってる Facebook に。うーん、検索して。え、微妙ってさ結構あれ簡単に上げれる？そう、簡単に上げて、うん、俺もお金払ってスペース買ったんですけど、うん、ああお金いんねや。そう、うん、まあいっぱいいっぱいアップするなら、あちょっとお金になる。なるほどね。それでちょっと出して、うんうん、なんかそのマイケルさ、その多分やっぱその日本人がその思って行動することとやっぱこのもう違うと思うねんか。ぶっ飛んでるやん、クレイジーやん多分。マイケルはまともじゃないです。だってマイケルってこれでもまだ日本3回目やん、言っても3回目ですけど、3回目でこんだけペラペラ喋れるっていうのはなんでやねんっていうのを結構みんな多分あの疑問は多分あると思うねんけど、初めの時に会った時からちょっと喋れてたやんか。そう、そこで俺もそこから日本語でしか喋ってないやんか。そうね、ちょっとこう見えて英語全然喋れないです。全然全然普通のこと言って、え、何？そう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 。だって普通に歩いてて、黒人やのに、うん、完全に俺日本語で声がそんな珍しくてそこも俺の持ち力ですね。それはみんなびっくりするから。そう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 。いや、英語喋れるとか喋れるか。逆に喋れるかい。アメリカ人や。I'm from America. I was born in Virginia. わかんないでしょ。いや、バージニア。From バージニアって言って、ね。わかってるね。英語喋れるかい。わかるよ、わかるよ。わかるよ、それぐらい。それぐらいな。そ, ね、それぐらいわかるよ。そして、俺の出身はね、バージニアね。それ、アメリカに言うと、ニューヨークの4時間の下ですね。下なんや。はい、下、うんうんうん、真ん中になるね。そして東の方、はい、アメリカの東の方の真ん中。なんかその結構みんな有名なところで知ってる。そう、そしてまあカリフォルニア。ワシントンが近いやったっけ。そう、ワシントンめっちゃなんか上ですね。そう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 。それでリッチモンドから島来ました、ね。え、バージニア何がある？何があるかな。まあ普通ですね。その大学がメインね、リッチモンドで、BCU っていう大学で。みんないろんな国から、ね、いろんな国から来てるんで、ほら来たで、マイケルどうやって日本語覚えたの。そうね、それも、うん、もう、あ、もうすごいよ、すごい。ちょっとアメリカから10年前ね、うん、バラエティ番組にちょっと出会えた、うん、歌番とか。歌番？歌番からモーニング娘。のくだり。何それ、俺初めて聞いたけど。それも90年代の番組だから、うん、それは90年代トナリズの高橋。そりゃあれ、朝やん。朝やんじゃないよな。だってモーニング娘。モーニング娘、まあ、いっぱいなんかゲストで来ました。でも試合員は中居正広しなくても歌番な。歌番歌番っていう番組あったな。懐かしい。それでずっと見て、あ、何が面白いのか、ちょっともろし面白い、見てるのは面白いけど、具体的に知りたかったんで、そこでちょっとずつ、なんか、そして何を喋ってるんやろうとか、そう、この言葉は何だろう、そして検査して、ああ、なるほど、いっぱいして。でもさ、やっぱ英語と違って、その日本語って、やっぱり、なんでだよと、なんでやねんと、やっぱちゃうやん。そう、日本人だけそういうやろプレイする。それ難しくない？
難しいって言うと検索バンでした。確かに。どうやって検索した。まあ一応一年だけ基本、うん、基本習いました。高校の時代で。うん、ああ。一年だけ。高校？カタカナとひらがなとますませんできます。できません。その基本の敬語とか習って、でもその時にももう分かってたいっぱい。そう。へえ。え、書くのもできるやん。書くのはやったことあんまりないから忘れて。ちゃうよ。でも、携帯で売ってるやん。でも、それはロマ字で売って、あそうなる。へぇ、高校でどの辺ぐらいまでの日本語を習うの？あ、高校は1年だけ、その、ベーシックス。ああ、そのさっき、あ、敬語の、なんとかですか、とか、おはようとか。そう、さようなら、こんにちは、自己紹介とか。ああ、じゃあまあ、日本の、まあ、多分、中2ぐらいやな、多分。さあ、そうですね。うん、でも、それは、うん、それ、まあ、ちょっと基本、繋がって、うん、その番組、ガキの使いも、ガキの使いダウンタウンの番組、めっちゃ好きになってた。え、その年末のやつ。って感じとかも見てた？まあまあ、見てたんですけど、うん、その多い方がガキ使い。ああ、ガキ使わないや。ガキ使いは、あ、YouTube めっちゃアップする。あの時ごぼうしばき合い対決とかしてる？ごぼうし山崎芳生とあのモリマンのごぼうでしばきプレススイカとかもそれは見たことあるですね。ちょっとひどいな熱々あんかけ対決あった。そう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 、全部見たね。あ、そう。え、こう日本語を覚える中でそのやっぱ方言あるやん。その東京とやっぱ関西は違う。ああ、like せやなとか。そう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 。そういうのもお笑いだからめっちゃ関西使ってた、その番組の中で。ああ、はい。あ、そうかそうかそうか。なんか逆に関西弁がもっと吸収しました。あ、なるほどね。そう。だからたまにそのそうなっちゃうね。ああ、関西弁になってまうんや。じゃあ。なってまう。なってまうや。あ、せやろとかよく言ってるもんな。せやろ。でもそれはちょっとその彼氏やってるから、せやな。あ、これ気持ちいい言ってるの。なるほどね。気持ちいいな。気持ちいいんや、せやなって。せやな。なんか笑顔, 笑顔しながら言える。せやな言って。せやな。あ、そうなんや。へえ、面白いな。そうですね。え、この日本に来て、このやっぱりこうアメリカとやっぱ違うところって何？完全にやっぱ違うなみたいな。ああ、日本の的にいっぱいあるね、そういうの。まあ初めて来た時に、うんうん、東京みんな、まあ東京はニューヨークみたいなもんですから、うん、みんなちょっとニューヨークみたいなもんなんや。まあ比べたら、でも日本の方がめっちゃ綺麗。ああ、なるほどね。ニューヨークって見えたら、うん、なんか90年代の車多いですけど。ああ、車ね。アメリカ、まあ東京とか日本とはみんな新しい車、うんうんうん、めっちゃ綺麗にしてる。だってズライがさ、海外にアメリカに住んでたことがあって、ニューヨークに。で、その時にその車とかをこう出にくかったらガガガって当たったりするとか当たり前やとかって聞いてマジでみたいな。ニューヨークはちょっと違うね。マジかよみたいな。ニューヨークはちょっと違うですね。いや、すごいなと思ってさ、うん、こんなん日本でやったらすぐ警察来る。でももっとひどいところあるよ、アジア。なんかベトナムとかそういうところもバイクでブル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 1000人ぐらいブルブルブル。それは知ってる、それは知ってる。その通りで、まあ普通に歩いてもうぶつからないよ、ね。ああ、それはちょっと、ね、違う意味でちょっとすごくすぎる。あ、じゃあ日本は綺麗。綺麗ですけど、まあみんなちょっとマナー。ビッグフィッシュじゃん。そうそうそう、あれは映画ですね。いいえ、ビッグフィッシュじゃなくて。あ、違う、これ。ビッグフィッシュじゃなくて、これはWhat dreams may come true? なんか何の夢叶おうかなっていう意味、何の夢が叶う。え、何の映画？なんか、ロビー・ウィリアムズの、奥さんが死んで、でも奥さんのペインティングに飛び込んだ。あー、CG やこれ。CG。すげえな、この映画。ペインティングに見える。それすごすぎて。面白そう、面白そう。だから、綺麗だからそれ使いたかった。え、これ何？ドリーム、なんて？ドリームズ、What dreams may come true? っていう。何の夢が叶うっていう映画。知らんわ、そんな。あるんだ、DVD。あるね、あるね。そのビジュアルが衝撃的で。ファイナルフラッシュ売ってるもん。売ってるかい？逆に？逆に。逆に。じゃあ、打ちますね。うん、ファイナルジュワーしょぼなんなん、ジュワーって。ジュワーじゃなくて、チャースです。チャースですよ。なんで、間違えた。いや、
間違えた。それ今のでもマイケルのネタでしたもん。めっちゃいい方、あ、うん、マイケルのネタ、まあ、ファイナルーチュワー、92点、92点、ファイナルーチュワー。 CM どうぞ。待つぜ。なんでうちを選んでくれたの？月給26万、3ヶ月サポート。新人でも出勤7時から。3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい。君たちやっぱりロビジュだな。Welcome back! We are back! どうもですね。なんか俺のギャグもちょっと間違えてた。間違えてた、でも、あの、もう一個あるね。まあ、もう一個です、うん、っていうか、マイケルの普通の文字ギャグ。はい。Facebook! え、皆さん、あの、面白かったらパチパチ、面白くなかったら、はい、バイバイ。ななで。79で結構あった。はずー、結構あった。ああ、79、ありがとうございます。1って何やねん。何の1111111111。え、ちなみに、はい、そのマイケルはそのアニメは何が一番好きなの？やっぱりアニメっていうかね、マイケルはまあ基本めっちゃいいなんか見た目のアニメが好き。いや、それめっちゃ、それから入って、それから入って、あ、見た目いいからずっと見れるから、あ、それで話が、まあ、スマートだったら話がスマート、デスノート、デスノートみたいに、デスノート話全然スマートちゃうやん。スマートよ。こんがらりまくってる。考えてることはスマートすぎる。ああ、まああいつを殺してやろうみたいな。そうそう。スマートか、あれ。あんまり見てないね。いや、見てるけど、あれ、そんな見てないかな。基本が、漫画は読まないですけど、うん、いつもアニメ、うんうん、アニメは見る。え、デスノートスマートか、まあ、でも、ニオンジェネシスとか、エヴァンゲリオン。あー、やっぱそっち系好きなんや。そうね。ジャイアンも見てるって。おう、Yo、What's up、ジャイアン。今日どうなってる、ちょっと、すごいことになってるけど、ね。エヴァ難しいよな。うん、よ、ちょっと読むのはちょっと難しいです。漢字があんまり読まないね、皆さん。ああ、そうやね。だから、別に英語でくれてもいいんやね、コメント。うん、エヴァって、でも、え、エヴァって今、なんかやってる？新しい。そう、あの、英語、あ、映画作ってます。今、3個入ってるけど、4個目は、まだです。映画になってるね。え、それ内容日本語で見てても、面白い。ああ、でもサブ入ってる。ああ、サブ入ってる。いつも基本、うん、まあ、日本語わかるけど、うんうん、台本的な日本語はちょっとわかんない。うん、具体的すぎる。あー、はいはい、ね、あー、なるほどなるほど。それはわかんない言葉いっぱい出してるから、うんうん、それはもうサブで見れる。あー、うん、そういうことか。そうですね。でもあの、俺も結構そのさ、あの日本語の字幕と、うん、この英語を聞いたら、え、それ絶対ちゃうやろみたいな、あれやん。字幕。あー、そうね、そう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 。そういう時もあるけど、うん、それは聞き取れる。あー、そっか。それいいよな。そしてめっちゃ信用できるサブの人たちがあるんで、そこでいつも見てる。いつ新しい映画出るの？いつ、うん。いつかな？わかんないですね。わからんのかい？わからないな。そうなんや。そうね。で、あの、俺が、あの、一番マイケルにちょっとやっぱ聞き
きたかったんが、その歌舞伎町でやっぱりいっぱい黒人とか外人とかいっぱいおってキャッチがおるやんけ。そうね。やっぱああいうのって声かけられてついていったら大体ぼったくられるやんか。そうね。その時にマイケルもマイケルもぼったくる。そういやぼったくるっていうか無視されるの。だからそう、でもやっぱりその文化がやっぱ根付いてるから、多分。ああ、だからどういう風にこうぼったくられないようについていけばいいのかとか、断る、うまくこう怒らさずに。そう。そうね。なんか例えば外国人が来たらね、スカウトだったら、ちょっと話したいですね。それはちょっと、What's up? ちょっと話し開けて。What's up? What's up でいいよ。挨拶ね。What's up? What are you looking for? 何を探している ?What are you looking for? 探している。あ、それは外人に対してってこと？そう。なんか聞いてる質問ですね。それ聞いて、いつもなんか日本人が、あ、今何してるって感じと一緒ですね。ああ、はい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 。じゃなくて、逆に、こう怒られたら、じゃあ黒人とかがこう、言ってくるやん。ああ、そういう人たち来ないか、しつこく。ああ、お兄さん、ブラザー、What's up? ブラザー、ブラザー、こう飲みに行けるよみたいな。ああ、その時こう、あ、こう、うまく断る方法みたいな。ああ、 Thanks man, I'm going home。 なんか帰ってる、家に帰るみたいな。帰ってる途中だからみたいな。ああ、それはマイケル聞いたら、ああ、もう大丈夫、もうなんか遊ぶこともないから、うん、I'm going home。 あ、じゃあもう I'm going home、 これをもう使ってください。皆さん、もうお疲れ様、もう I'm going home 使っていいよ。それでいいか、そういう人に。それで、ね、じゃあいけるってことね。それは絶対に、ああ、じゃあダメってなるかな。多分な、あの、家帰んねんって言ったら、ああ、一杯だけって言われるから、そう I'm going home。 そうね、そう、 I'm going home。 それを言えば、もしかしたら、ああって納得するかもしれないとかね。ああ、そしたら、どうするかな。まあ、I'm going home. No, 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 no. One drink. おうおう、ってやったら。I have no money. それ最強やな。I have no money. なんか、お金の理由でそういうことしてるから。おう、no money だったら、ちょっと、あ、じゃあいい。じゃあいいって感じ。じゃあ、いらないな。I have no money. I'm sorry. Sorry. それや。Yeah. I'm sorry. I have no money. 使っていい。それ最高やわ。そう、お金も出かけたらもう大分諦め、確かにそれやんな。そうですね。あ、それやわ。それ以外はないね。なんか知らんけど声かけられたら、いや、いいですって、声かけ、なんかここで言ってしまうけど、いや、お金ないねんと。そう、いや、いいですって、で、可能性ある方ですから。うん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 。ノーマニーが可能性ないよ。確かに。どれでも、どこでも行っても。確かにそうやな。お金なかったらいらないですね、そういう客さん。あー、なるほどね。そう、昔俺の友達が、あ、こうカラオケ、あ、いや、no. カラオケで、あの、カラオケどうですか？そう。歌に自信がないんで。いっぱいあるね。歌に自信がない。歌に自信がない。自信がないからカラオケです。それ悲しくて、あ、じゃあいいです。すみません、客さん。悲しいなぁ。ちょっと、それ、いいね、それは。そういうのもあったから。だからそこはもうやっぱお金、やっぱ歌舞伎町で声かけられたらお金がないっていうのがやっぱ一番いい。いいですね、歌舞伎町だったら。カードも持ってないと。うん。No money. No money. No card. No card. No nothing. 逆にくれ。No money. No card. No nothing. そう、争ってはダメ。バトルはダメよ。あ、バトル。対戦しない方がいいですね。対戦はダメよ。ファイナルフラッシュは。ファイナルフラッシュは。最後。最後。ということなんですけども、あれですか、マイケルは結局あれですか、今ちょうど30分。おぉ、ね、マイケルは夢とか、そうね、そのドリームカムトゥルーはどういう、ドリームカムトゥルーあるね、マイケルに対して。どういうのが、どういう感じマイケル昔から、うん、まあ普通にマイケル何が好き、何がやりたい、将来、うんうん、いつもマイケルの答えは、うん、日本に住みたい。あ、それは変な目標ですけど、うんうん、それしか浮かばなかった。でも日本に住みたいって言ってもさ、それはやっぱりこう、もう結婚するか帰化するしかなくない？どうかな。 でもマイケルはマイケルの道作ります、うんうん、マイケルの方法も、うん、一から作ります。誰でもやったことない方法で。国が認めてくれよ、片意味ない。そうですね。そうなんか仕事来るかな、そういう仕事で。なんかでも、その仕事するのにってさ、何やったっけ、資格、なんか資格、 IT のインターネット系のなんか資格か、こう英会話、英会話ねとかの資格。でも歌舞伎町のみんなどうやって働いてんのかな。
それも知りたいです。知りたいよな、確かに全然、うん、分かんないね、それは。ボビーって誰？ボビーオロゴン。ボビーオロゴン、俺のお父さんだよお父さんじゃ、お父さんちゃうなちゃうねちょっとウケてるし、ね会いたいな、ボビーオルゴン。会いたいな、確かに。ブラザーになるから。お前や。うん、え、年離れてるよ。だって、ボビーオルゴン結構もう、まあ、50… 50か60ぐらいな、もう。になってるね。なってるやってる。マイケル、あ、マイケル言ってないですけど。結局何歳ってさっき言ってたで。30歳ですね。なあ。でも気分が、気分が25の感じですか。みんな25を予想する。え、日本人はそこは、永遠の18歳。あのマイケル、永遠の25歳。エンドレス18。So, it's always 18. そうそうそう。Always 18. ちゃうわできるわけないよ。そうだから、じゃあ夢は日本に住みたいと。あ、住みたいっていうことも、うん、俺の好きなことをして、生活になりたい。それ具体的には、ちょっと、まあ、いろんなある。いろんな道あるから。うんうんうん、あるよ、あるよ。集中することはあんまりちょっとチャレンジですね、今、今チャレンジ。でもやっぱりさ、そのもう30やん。そう。じゃあこうアメリカでもこう仕事しようと思ったらやっぱ難しい年になるやん。アメリカですね、そういう感じですね。で日本でも多分さ、30歳って30歳超えたら結構仕事がない。そして大学も卒業してないのに、うん、いやまあそれは多分大丈夫かもしれんけど。でもそれ、うん、それで英会話できなかった、うん、それで。あ、大学の免許持ってないから。それは、うん、あ、じゃあ俺の違う道進みます。あー、なるほどね、うん、あ、大学行ってないと英会話の先生になれない、うん、行ったけど卒業してない。あー、はい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 。それで英語、うん、英語会話の先生とかネットで調べたら、うん、ずっと免許を持つ人しか。あー、そう、はい、あ、そうだから直接会った人に誰、うん、なんかの仕事できるかなと思って、うん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 、そして会った。そして、あ、俺な。そう、そしてやって、そして、うん、ナースになって、ね。あー、でもやっぱ、永住権っていうか、こう、やっぱビジネスビザとかさ、うまいこと取りたいよね。取りたいですね。3ヶ月に1回戻ってんのやと、めんどくさいもん。そうです。そうです。めんどくさいより、危ない。あ、そうそう。危ないっていうか、あとは、まあ、どういう方法でその日本に来てんねんとか、多分いろいろ、いろいろ言われるやんか、関税とかで。はい。そうそう、3ヶ月に1回戻らないと、こう、ビジネス、ビザとか、ワーキングホリデービザとかじゃなかったら、うん、普通の、今は普通の観光ビザ。そう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 。90日以内に日本から出ないと。そうやな。そして10月から来ましたんで、うん、10月の 7日？じゃあ1月の7？ 1月の 5？ 5？ が最低。うんうんうん、そして4日、4日行く？どっか。4日？うん、4日行きます。で、また戻ってくる。そう。今回はそういう方法。でも2回目から繰り返してたら絶対言われるもんな。そうね。なんでそんな日本に、ね、まだ何しに行ってんねん。どうやって生活してるんだ。そう、ね、って言われるもん。でも俺もクラウドファンディングっていう。クラウドファンディング使います、それで、うんうんうん、実際使ってますね、うんうんうん、それクラウドファンディング、いや仕事って言ったらその どんな仕事してんねんとか、どうやって収入が得てんねんとか言われるから、それの、うん、そのだから言ったら今も観光で来てるみたいな感じ。観光でちょっと楽しんで友達とね、わちゃわちゃしてるだけだから、そうわちゃわちゃしてるだけです、ね、そうだからその仕事としてちゃんとこうマイケルが日本で働けるにはいろいろあんねん。いろいろあります。ちょっと考えないとね、皆さんあのマイケルをこう応援しようとか、マイケルをこう日本でこう住んで働けるようにお願いします。そうみんなでお願いします。マイケルにあのみんなでちょっとあの元気玉をこうわらわらのわらわらパワーをちょっとください。元気玉、元気玉、元気玉、パワーお願いします。わらわらわらって。そうそうそれ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 。もっともっともっと皆さん頑張ってーで、何言ってんの俺。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。ありがとうございます。マイケルにパワーをください。本当にもう、そうなんですよね、日本に頑張りたいですね。夢は、まあ、テレビに出ることになります。タレントとかになってほしいです。ちょっと待って、出るやん、もうでも出てるから。ちょ1月3日やったっけ、あれ放送。1月3日、え、放送聞こえてないの。え、放送なんの、ガットタイム。え、いや聞いてない、まだ3日って言ってたよ。いえ、俺は分かんないです。3日の特番って言ってた。ある、うん、どうやって見るの。
マイケル、テレビないのマイケルは。マイケル、テレビないなぁ。テレビ東京や。テレビないから、どこで見れるの？どこで見れるの？家来る？オッケー。あ、俺3日おらんわ。なんだよ。誰かの家行ったら。そうね。あ、お願いします、誰か。キーや。ケンタ、ケンタいるよ、ケンタ。あー。ケンタ、正月暇してるから。じゃあ、ゴッドタンの1月3日の、芸人、何やったっけ、マジ歌合戦。あ、そうそう、マジ歌選手権っていう、あれ、PV、誰やったの、バカリズムの、バカリズムさんの PV 作ってった、あの、ギャッピーアースで。その日に、うん、なんか、な、ちょうどエキストラ役みたいな感じで、DJ やってる。DJ 役だって。とこうやって乗ってる役みたいな。イエーイって感じね。そうそう、入ってる。1月3日の、その、ゴッドタンの特番にマイケル出るから。だからもう出てますね。もう夢叶えましたね。早いな。でもまだまだ、まだまだ。またいろいろやりたいですね。うんうん、生活、それで生活になりたいです。うん、ああ、そりゃそうだ。それは夢になる。どうやってんやろうね、でもほんまに。所属事務所は、なんか歌舞伎 TV。誰かはあって、あ、マイケル、お願いします。マイケル、爆します。マイケル、なんか、事務所に入って、お願いします。っていう感じになるでしょ？そう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 。どっかで。そう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 。そこで、あ、マイケルの、イメージとかバンバン出したいですね。どうしたらいいんやろうね、でもこれ。なんか来てる。デメク、デメックス、デメ。誰これ？デメックス、デメデメ、デメックス。ダメダメダメ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 ダメ。誰や？誰や？結局。じゃあ、残り時間20分になってきたから、じゃあちょっとダンスコーナーでも行く？おー。マイケルはどんなことができるのかっていうのの、まあ1個はこの後ろの背景は、その動画を。そうですね。作ってるっていう、じゃあ、まあいけないですかね、その次の映像の音楽でダンスコーナーやりたいです。ほう、映像の音楽、今の映像、映像の音楽でも、まあ普通に、まあどうしよう、次の曲いけるのかな。どういう意味？え、今あれ何やってる？今の曲はちょっとダンスちょっとスローすぎる。で、なんかこう曲、選曲してもらって、うん、これは、ああ、これはできます、これはできます。じゃあ、マイケルジャポンのダンスコーナー、レッツゴー、レッツゴー。ああ、入るのかな、俺も入るのかな。The freestyle is so... いいね、いいね。これも freestyle でいい子。マイケル、ダンサー、マイケル、ダンサー。マイケル、ダンサー。ダンサーですね。みんなわかんなくて。Yeah! 東京の皆さん、調子だこれ見たことないでしょ？なんで東京？あ、マイケル・ジャクソンになる。マイケル・ジャクソン。ボーン！ホッホー！ イエーイ！ Thank you！ Thank you！ 毎回やろうとしてます。いいね、いいね、いいね、いいね。Yes！ いいね、いいね、いいね。ありがとうございます。ウーブ踊れるんだね。ウーブって何？ウーブって何ですかね。ね、ていうかマイケルです。マイケルかい。お前マイケル。ウーブって何？これ？あ、ウェーブやなこれ。お、ウェーブ？ウーブ。あ、もうタパタストリートです。あ、どうもどうも。星山さん。ウーブ。じゃあウーブって何？ウーブってわかんないです。ウェーブ。ウェーブ。あ、ウェーブ。やってたね。これですね。あ、マジンブーの生まれ変わりがウーブ。あー、ウーブ、その黒人ね、黒人のサイヤ人。なるほどね。そういうこと。
ね。そうね、うん、ウーブの服もう欲しいですね。ウーブになろうかな。ウーブになったジャパニーズウーブになったらリアルウーブになった。いやいやウーブよりブラックベジータの方がいいですね。え、やっぱベジータが好きな。まあベジータが好きですけどね。何が、何で好きな。それはやっぱこう誇り高い。なんかベジータ何でもなんか一番じゃないけど、うんうんうん、心めっちゃ強くて。わかるわかる。そしてブルマの娘旦那が旦那、まあね、うん、いい、めっちゃいい子を持つから。これ何や。めっちゃいい子を持つから。これ何や。その青い髪型のブルマのこのこすら入るの。あ、じゃあ、じゃあこれ、じゃあこれになるね。あ、これね、ブルマ。これあるから、そういうなんかわかんないね。なんかたまたまベジータの服あるんだけですね。まあ、悟空は悟空も好きですけど。悟空も好きな。今、悟空とベジータのフュージョンの服もあるんで。あんの。そんな感じ。え、もしかしてあれ、ゴジットじゃなくてベジットかなんかになるやつだった。ベジートなった、なった。今からフュージョンしましたね。いや、ここ、あの、あれやね、後ろ緑ばっかやから、あの、ピッコロさん透けてまう。ああ、それはできないですね。そうそう、透けてこれ予想しましたね。それはもう考えてたね。そうそうそう。え、このクシ、どこ行った。クシないの。ああ、クシない、クシない。ある、あるんか。ある、あるんか。え、この今後さ、やっぱりこう日本でやっぱ働きたいし、日本で住みたいけどさ、うん、はい、やっぱり何かをこう目標としてさ、やっていかないとあかん。そうね。やっぱ DJ もやってるし、ダンスもやってるし、まあいろいろやってると思う。映像もやってるし。まあ、それ自体は、バラエティ。あ、バラエティがやっぱメイン？だからマイケル自体がバラエティだから。うん、ああ、そういうことね。マイケルのバラエティっていう感じが、バラエティに入りたい。そういう目標です。あ、じゃあもうそのトータル、マイケルっていうもの自体が、トータルバラエティってこと？そう。マイケルがマイケルジャポン。がいろんなことできるから、うん、一つだけ集中すると、なんか、飽きちゃうね。じゃあ、マルチプレイヤーに行ったいってこと？マルチプレイヤー？ちゃう？マルチって英語じゃないの？もしかして。マルチ？マルチは地面のものですからね。え？マルチ？マルチ地面のもの？地面、そう。マルチわかんないですね。今え、マルチって英語じゃない？え、マルチって何？マルチ商法とかあるやん。こう、いろんなこと見てくるよ。マルチ？アントレプノール。違う違う、わかんないね。なんて言ったんや。変な言葉やってる、使ってるね。うそ、マルチ。マルチ聞いたことないですね。日本のなんか変な、あれかもしれへんな。複数。あ、いっぱい。モルタイ。あ、マルタイ。モルティ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 なんや。モルティタレント。モルティタレント。モルティって言うん。うん、モルティ。マルチってモルティなんや。うん、マルチって言う、今見るなら、あ、わかるね。それそのまま。いやいや、マルチがいいですね。マルチ。マルティ。聞いたことないですね、日本の発音。日本語やったらマルチっていうの。あ、マイケル、マルチタレントになる。そうそうそう、そう。マルチタレントね。そう。へぇ、それ、音楽もダンスとか やれるけど、マイケルも日本語を覚えた方法は、うん、漫才とか、うん、笑い番組で、うんうん、この笑いできるかなと思って、も漫才も多分できるよ。え、それでも漫才やるんやったら相方いるやんか。いるな。それともピン、M1 グランプリ？どうしようかな。え、いけるよ、マイケル、M1。じゃあ、M1 出たら、M1。すぐ、うん、すぐ出れる。いや、あの、この事務所なし。ナイトチューブに出てる人も、事務所なしの人いるよ、結構 M1 出てる人。結構いるよ。自分ね、ピンね。ピンはちょっと辛いな。え、いや、俺組むじゃん、2人。じゃあ、はい、マイケル、どうも、どうも、はい、マイケル・ジャポンです。はい、ショッツです。はい、今、番組やってますけど、どうも。いや、もうこんな感じでね、もう東京に来た外人が何回、あ言うね早すぎるわ言うて。そう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 。ごめんな、ごめんな。あ、ばっかりやないか。じゃあ、おー、いいね。おー、いいね。え、罪言うね。どっちがボケやな。どっちがツッコミかい。分かる。ツッコミないかい。基本的にツッコミ担当やね。ああ、じゃあ、じゃあツッコんで。いいいいいい、変な感じになっちゃう。おかしいやん。じゃあボケようか。じゃあいいいいいい、好きにして。布団が吹っ飛んだみたいな。え、ぶっ飛んだ。何が何が髪型が。いや、髪型じゃあそれ。もうマイケルがぶっ飛んだよ、それも。
そのノリで芸人になるんだろうね。いや、ちゃうやろ。なるかな。で、ならへんわ。ならへんなマルティマルチって来てる。まだマルチの話かい。おい、うまいな。古いやんかい。コンビ名はコンビ前でおチョコボンバー。おチョコボンバー。おチョコってわかる？こう日本酒の向こう。ああ。でどうする？ショットみたいなやつ。うん。ショットですね。そうそうそう。でどうする？ショットでええやん。おチョコ関係あらへん。トマゴク。あ、じゃあ芸人名決めてもらう。ああ、それはマイケルジャポンですよ。あ、マイケルジャポンっていう芸名。マイケルジャポンは芸名になるね。え、本名なんや。そう、本名ですけど。うん、そのまま発音もそのままですから、ジャポン。ジャポン？それ、ジャポンとジャパンのつながりがちょっと近すぎて、うん、それもったいないね。それを使いたい。確かにそうやな。そのまま、マイケル、ジャポン。でも昔ってジパングやった。え？で、ジャポング。ジポング。実際は G が透けてるけど、その G の発音はいらない。あ、そう？ジャポン。ジャポング？そのグーがいらない。そのグーがいらない。そうなん？そのグーがいらない。え、昔はこう黄金そのグーがいらない。ごめんな。え、もう一回行かな、もう一回行かな。そこでもう一回行かな。もう一回行かな。それ、もう一回行く。いや、遅いわ。しかも古い、恥ずかしい。グーグーグーやろ。恥ずかしい。グー恥ずかしいわ。そうかってんな。それ、カーッってなっちゃうの。タイミングで CM でお願いします。おー、オッケー。じゃあ、まあ次のちょっと面白い話します、うん、ちょっと深い話しますから、うん、CM の後どうぞ、これじゃなくて、まあどうしよう、サファリ名映像行こうかな。後ろ、表。そして、それま、その後、うん、深い話する。オッケーオッケー。映像はじゃあ後ろ流しとく？はい。オッケー。後ろで流して、うん、俺たち消して。あ、消すの？うん、うん。できる。あ、じゃあ前で流したらいいの。うん。あ、前に。はい、前に。じゃあ映像いっとく？レッツゴー。Yeah。 次の映像、どうかな？ちょっと見たいですね。見たい？できるかな？できる、あ、なんだったっけ、名前。何？ワイプ？その映像の名前、イヴァンゲリオンの、イヴァンゲリオンの映像をちょっと渡した？渡したい、全部。じゃあそれ流してもらう？はい。それ何分あるの？映画、映画、3回目の映画。
ケルがやってハウスで働いてる手伝いみたいなね。そう、クリスマスもう来るね。その24日クリスマスイブに、その土曜日ね、 YouTuber イベント、そう、なんかがあるみたいな、その画像を出せますか、うん、これね、クリスマスイーブパーティーやってます、その土曜日。何時からか、早っ。3時半3時半から早っ。5時夜の、あ、じゃ夕方の3時半から朝の5時までってこと。おー、オールデイ長い。どういうこと、学生から132歳。どういう意味、どういう意味、どういう意味、歳歳ですか、これ。いっぱい来るってこと。あー、2000円で入るんで、2000円で入れるみたいな。早いな、これ見たことないですね。ほら、15時から5時って書いてるじゃん。え、中学生から132歳ってどういう意味。それはちょっと、あ、早い時間は未成年入れて、あー、で、多分19時ぐらいからはそこからは無理って感じだね、多分。はい、普通2000円、そのワンドリンク付きで、そのドリンクは700円で2000円になるね、入りが。え、2000円でカッコ1000円さ、あー、プラス、あ、ドリンク代込みってことね。そう、あー、オッケーです含めて2000円になる。それは土曜日ですけど、で、金曜日はなんか、金曜日はまあ、店のガスビハウスのみんなの普通の忘年会するから、うん、それから、忘年会から普通にバー営業始まりますから、うん、そこ、うん、そう、そこでマイケルも DJ やります、そこで。金曜日ね、今週です。そう、金曜日、今週の金曜日でマイケルもトラップアニメっていう、うん、DJ もやってみますね、うん、やりますね、うん、それで、うん、まあ、来たら客さんとして嬉しいと思います、うん、お願いします。将来はなんかマイケルの日に作りたい、マイケル日、マイケルデー、マイケルパーティー、マイケルパーティー、毎月のパーティー やりたいですから、うんうん、やろう、まあ、これからちょっとそれ作ってみます。いいね、うん、いいじゃないですか、うん、で、次が多分来週はなんかあんまりなくてカウントダウンかな。まあ、カウントダウンね、その、うん、これです。それは最も大きいのやつですから、ちょっと歌舞伎町のアジア一の歓楽街で新年を迎えようということで、そうやりますんで、ちょっと楽しみですね、うん、それもめっちゃ飲みますね。そうこれ飲みますからね。皆さんぜひカウントダウンパーティーも遊びに来てもらえればと思いますので、お願いします。まあ、こんな感じでもうちょっと時間が終わりなんですけど、もう何分まだ、あと4分ぐらい。じゃあその4分はちょっと深い話ちょっとだけしますね。しましょう、はい。あの、みんな有名とかありますね、うん、あの有名向かった、みんな有名向かってるけど、たまに人があんまりその有名を伝えない人に、うん、世界に、はいはいはい、それ伝えた方が大事、うん、それも伝えて、ショツさんに俺の有名伝えて、ここに来ました、うん、その有名ちょっと叶いました今、うん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 、それ言ってたから、うんうん、その10年前からあんまり、うん、まあ人に言ってたけど、うん、日本に、うん、来て、そう、来てからそういうことを言ってみんなに道を開いてた、うんうんうん、みんなそうですよ、うんうん、有名の中のみんな願い事をあんまり言わないのが日本の精神なんかもしれない。でも、うん、言った方がやっぱこうやって夢は叶う、一つでも叶う、そうっていうことをマイケルは今日は伝えたい。信じる人にね、信じるものは救われるっていう日本のことわざが、おお、そう、まさにそれですよ。信じる人にそういう夢を言って、うん、その人は、まあ、世界がそういうことを叶おうとする、うん、それはちょっとレッスンになる、夢は見るもんじゃなくて叶えるものって叶えるもの言ったことあるね。日本にあるんだよ、そういうあれがそのものですから、それは実際にそうなりましたから。まあでも確かにそうやと思うわ。だって俺らかって歌ったり DJ やったりしてるけどさ、うん、エリクスティートで、こうやってイベントやります、ライブしてますって言わないと誰も来んやんさ。それは If you build it, they will come っていう英語、ね、If you build it, they will come ビルド作ったらビルド If you build it, if you build it, なんか作ってたら人来る、絶対。あ、だから、夢向かって俺の自分のこと救って、うん、誰も言わない、なんか誰も気にしなくて方がいいです、うんうんうん、自分のこと救って、うんうん、それで報告して、俺はこうだよとか、俺はこうですから、うんうん、絶対、まあ、答えは出す、それは、うん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 、今日じゃあこの番組をさ、やってこのマイケルのアメリカのバージニアの友達、ああ、そうですね、見せれるってことですね。そう、イエス、
Guys, I'm here. I'm on my own TV show. I want to thank everybody for my support. You know, I've been doing the crowdfunding. People helped me so much. クラウドファンディングで日本に来れて、ありがとうございますって感じですね。みんなに。そしてまだまだある。There's so much more I have left to do, but this is a great start.めっちゃいい始まりですね。ああ、グレートスタートね。グレートスタート。いやん。じゃあ、これ2016年で、言ったらもう12月、今日何日 ?20?20?22? で、来週もう一回27で放送するやん。また。じゃあ次はもう2017年の新年を迎えて。ちょっと変化はしますね。うん、そうそう。じゃあ、こうやっぱこの、この、抱負ってわかる？こう、2016年できなかったことを、2017年、こういうことをしたいみたいな、ね、もうステージも立ってるからもうステージ作ったから、うん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 、それからこれからもどんどんマイケルの夢を叶えようとします。いいね。じゃあ来年一発じゃあそのマイケルのイベントをするっていう、マイケルのマイケルパーティー、まあ、1月にしようかね。1月絶対マイケルパーティーやります。じゃあそれ皆さん聞くよ。マイケルの友達日本に来てないの？あーまあたま一人だけ一回来ましたね、その観光で、その韓国人が。でもあんまりですね、まだ。ああでも、もうちょっとで。1ミニ。オッケーオッケー。まあ、将来はアメリカの友達行ってほしいですけど。いいね、楽しいよね。でも今日も、初めてですから、ちょっと楽しかった。いいね。普通に。まあ1時間あったけど、じゃあ来週誰かちょっとゲスト、じゃあ誰か呼んだ方がいいね。そうね。もう今言った方がいいですよね。誰もう決まってんの？でもまだ話出てないから、うん、誰でもエミリーが好きですね。エミリーがゲストとして来てほしいですね。あ、じゃあエミリーに連絡しといた方がいいんだ。オッケー。じゃあしますね。エミリーが好きらしい。じゃあエミリー、まあ、来週出れたらエミリーが出ます。わかる。みんなわかるよ。みんなわかるね。24日日本元町。あーそっか、残念。じゃあ10秒前でございます。じゃあ今日はありがとうございました。ジンみんなありがとうございました。また来週楽しみにしてね。Peace out! Yes! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。